はい、工房施設の永田です。くさびと書いて施設と呼びます。今回は野原工芸さんのちょっとシャーペンと僕のシャーペンを少し動画で撮っていきます。シャーペンの方ですね、ボールペンの方は僕野原さんのマーブルートをちょくちょくイベントとかで使ってるんですけども、僕はかなりいろんな作家さんのも使いますし、メーカーさんのも使います。自分のよりもそっちの方が多いですね普段使ってるのは。はい、これは野原さんとこの欅、ちょっと変わり目ですね。以前ちょっと一回紹介したかな。はい、ちょこっとプツプツと、コブっぽいような木があったり、ちょっと変わったところがあったので購入させていただきました。僕はスライドパイプ式の方、ダブルノック式ってやつですかね。こっちの方を好みで使っております。包装目、スリムタイプっていいんですかね、包装目で、ずっしりしていて、僕はそうですね、やっぱりちょっと HP よりもやっぱり H ぐらい入れてないとどうしてもちょっと野原さん重たくて、僕の筆圧が強いのもあって柔らかいのでは折れてしまうので、そういう風にして使っているんですけども、はい。これの紹介とかいうわけじゃなくて、今回はね、ちょっととあるお方から、僕娘がいるんです。で、娘が楓という名前をつけているんですけども、なのでね、ちょっととある方から野原工芸さんの楓のペンシルをいただきました。はい、ちょうど娘が中学に今年4月から進級するということにあたって、入学祝いということで野原工芸さんの楓の木をいただきました。はい、ちょっとウッドキューブはないんですけど、そうですね。どうしてもね、親バカというのが何ですか、木工家ですので、子供にはね、木の名前をどうしてもつけたかったっていうのがありまして、はい。というわけで、ちょっとお客さんにね、いただいちゃいました。はい。で、なんでこれを紹介したかっていう一つの理由として僕の方なんですけども、ここにも楓があります。これは僕の方なんですけど、実はですね、はい、同じ木なんです。はい、僕が使ってる、僕がメインでこっち今この北海道の板谷楓で使ってるんですけど、同じ木なんですよね。ちょっと、本当に同じ木なんですけど、当たりが違うところ、全然場所が違ってるので、僕が使ってる木の方向と違うところの木なんですけど、トモギなんですよね。はい。そういうのがちょっとありまして、ちょっといただきました。というわけで、娘の入学祝いは、僕のシャーペンと野原さんのシャーペンが行くという。はい、ちょっと贅沢な、贅沢ですよね。はい、の入学祝いとなります。はい、なかなか同じ木で、こういう風に2つの工房が1人の手元に行くというのはちょっと珍しいのかなという感じはしております。当然あるんでしょうけども、はい、はい、というわけで、すいません、ありがとうございました。というわけで、はい、そうやってね、ちょっとこういう仕事をしておりますと、皆様からいただき物をしたりして本当に感謝しております。はい、で、娘にもらったんですけども、なんで僕の分ないですか、なんでっていう話したら、仕方がないなということで、僕にも1本いただきました。はい、
僕のやつは、はい、黒脇ですね。ちょっとわかります？チヂミ木が入っているやつです。はい、こっちの面の方がやっぱ綺麗にチヂミ木が見えますね。珍しくオイル塗っておりません。オイルついてるんですけど、オイル塗ってない状態でいただいております。はい、いや嬉しいですよね。うん、そうというわけで、僕の私物が野原さんのやつ、シャーペンの方は2本目となります。はい、うん、まあ普段ね、僕はそんなにシャーペンも使わないですね。まあ本当にふとした時、事務所に置いててパッとたまに必要な時に使う程度で、基本的にはやっぱりボールペンの方が多いですかね。そしてボールペンよりも断然に万年筆の方が使用頻度は高いです。まあそれぞれ、皆さんそれぞれいろんな文房具使われると思うんですけども、まあ、いろいろ、まあ、SNS、YouTube、そんなに見れてないですけど、まあ、たまに見るときに、皆さん、本当持ってらっしゃいますよね。まあ、本当に木軸ブームなんだなっていうことがよくわかります。まあ、僕もね、まあ、頑張って作っていて、まあ、皆さんの需要にね、応えれるよう供給していこうかなという感じでございます。まあとはいってもほぼほぼ一人、まあもちろん手伝ってくださる方もいらっしゃるんですけども、まあとはいっても本当に月に数回しか来ていただけませんので、ほぼほぼ一人でやっております。まあそんなんですけども、まあイベントを、まあ納品含めて頑張って作っております。まあ、なかなかね、ごめんなさい。応募せずは、野原さんのようにね、オーダーを受けて作るということをしていませんので、供給が、なかなか欲しい材料が、その欲しい方に行くっていうのが難しいですね。そう。野原さんと僕では、やっぱりその、作って、その皆さんに供給するっていうスタイルが違うんですよね。もう、まあ、本当、野原さんの方も、やっぱりまあ来ていただいて、見ていただいてっていうこともやってはいるんですけども、まあ基本的に立地的に、まあ、長野県、南木曽という、まあ観光地ではあるんですけども、まあ割かしちょっと簡単には行きにくい場所であるということですね。まあなのでネットで紹介して、まあ売るという形からもう今の木軸ブームによって殺到するということから注文に変わって、まあ注文されたものを作って販売する。でもあそこ作る方が3人いらっしゃるんですよ。なのでね、まあ一人の僕に比べれば断然供給量が多いと思いますのでね。はい。羨ましいなという点もあって、まあ僕も頑張らなくちゃいけないなとは思うんですけど、まあ、彼はそういう、野原さんは野原さんのやり方となっております。けど、僕は昔からスタイルがやっぱり変えれない古い人間、頭の固い人間ですね。僕は作りたいものを作るんですよ。いいなって思ったものを作りたい。そう。注文されてね、作るのね、正直しんどい。いや、もちろん、木軸ブームになる前は多少はやってました。でも今はもうそんなことはできない状態で、まあ、材料を見つけてきて、いいものがあれば作るというような状態ですね。そして、まあ、イベント、並びに、まあ、納品をして、できる限り皆様に手に取って
実物を見てほしい。まあそれができない人がいらっしゃるっていうことで店舗さんのネット販売、あとはまあ僕の方のベースの方の販売はまあイベントで残って、まあ人気がなかったもの、アウトレットのもの、まあちょっとこの価格では売りにくいなとかっていうものが中心です。まあたまに普通のも少しだけ混ぜながらっていう感じですね。はい、そうやって販売しております。まあスタイルが違うのでね、まあいろいろメールは来るんですけども、はい、もうそれはもう皆様にご理解していただくしかないですね。はい、なるほどです。いいですよね。やっぱいいですね。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 テンション上がりますね。わかります。まあ僕本当に木のものがすごい大好きなのでね。やっぱいい木を使うっていうのはすごい自分の中でもテンション上がります。ってにやけちゃいますね。本当ににやけちゃいますね。また、こっちも、まあこっちもお気に入りの一つなのでね、使っていこうと思います。皆さんもね、大切に使ってくださいね。はい。というわけで失礼いたします。